ただあそこを封鎖することはうちらはできないから。そうそう、最初からっていうだろ。それは無理なんだよ。わかるか？非常なんだぞ。緊急事態に使うんだよ、あそこって。その人は入っちゃいけない。そう。だからゲームの流れとしては、あそこの階段からダッシュで逃げてからスタートなんだよ。もちろんルールとしてはそっち。そうだな。そこから追いかけたらすぐに捕まえちゃうことになるから、それはダメだよ。ゲームにならなくなっちゃうかな。だから今回は515法廷、510から始まったけど、510から非常階段から逃走した、そっからスタート。そしてその非常階段は使わないっていうルールにする。で、その館内で逃走中だ。まあ、ハンターは30人ぐらい欲しいな。10倍だ。前回、ハンターは俺と、ラーメンちゃんと、山ちゃんだったからな。手薄でよ。ああ、逃げられてしまったけど。まあ、ハンターはしっかり募集だ。まだ時間がある。来月だしな。5月31日。そう。立花 VS 上杉裁判だ。面白くなるぞ。なんつったって認証申請後の初の尋問ごっこの後の逃走中ごっこだからな。法廷もあそこでかいよな。そうすると結構観客、いや、視聴者、いや、傍聴人が結構集まると思うんでね。ポスターたくさん刷っといてくれ。いいね。まあ、なんか1万円じゃ安いとか言われてるんだけど、1万円くらいだよな、お前な。はい、ミッケーっつうだけだよ、お前。10万円はちょっと高すぎるしよ。なあ。ああ。オッケーオッケー。いいよな。わかった。データ？送っとおるに。例の。あれ？あれね。マジで。バッチリ取れてる。あ、再生してみるよ。まず一発目は上杉氏の裁判で逃走中をやり、そして本番だな。ああ、6月で俺との裁判だ。オッケー、よろしくな。じゃあ動画見とくよ。ありがとう、ありがとう。あれだ、立花さんより。立花さん、誰？まあ、ちょっと、何あれ？走って逃げてんだよ、何走って逃げるのね。やだ、あいつら。ダッセーな。何？まあ、ちょっと、何あれ？走って逃げてんだよ、これまずいだろ。これはまずいだろ。あ、俺だ。ああ、見た。これやばくねえか。転がってたろ。転がってるように見えたよ。これ大丈夫か？怪我してねえか、あいつ。あまりにも、急いで、多分こけたっぽいね、これね。だからか。あれ、裁判所が出てこなかったっつうの。怪我したのかな？まあいいや。まあとりあえず、ありがとな、動画。見たわ。ひでえな、これ。これはさすがに見せらん。いや、無理だろ。公開できねえよ。わかった。まあ、じゃあ、ポスターだけ、しといてくれ。よろしくな。いや、これやべえな。へなへな、やるよな。